コルトシングルアクションアーミー。コルトシングルアクションアーミー。英語、コルトシングルアクションアーミーとは、西部開拓時代に使用されていた回転式拳銃。生産は現在でも継続されている。通称は、ピースメーカー。または、頭文字の略称である、サー。1873年に生産が開始され、1875年から、アメリカ陸軍に正式採用された。 正式名は M1873。相談数は6発。弾薬には 45LC ロングコルト弾を使用するがウィンチェスター M1873 ライフルと弾薬の互換性を持たせるため44から40弾を使用するものも存在していた。当初は黒色火薬を用いた弾薬を前提とした設計であったが後に 無煙火薬にも対応した。自動拳銃ではないので、能動的な安全装置は持たない。当時、金属薬莢式切リボルバーの開発で、スミスウェッソン社に遅れをとっていた、コルト社が従来の自社製、パーカッション式切リボルバーのシリンダー上部にフレームを渡して強度改善を図る形で、本銃のデザインが考案された。撃鉄をハーフコックにしてから、 回転式断層、回転和道イコールシリンダー後部のローディングゲートを開け、そこから弾薬を一発ずつ装填、配やする方法を採用しているが、同時期に存在したスミスウェッソン社製のリボルバーやレミントンニューアーミーなどは、和道の軸をスイッチ一つで抜き、弾薬を回転和道ごと交換する機構を持っており、予備のシリンダーを多数所持しておくことで、 全ての弾薬を素早く再装填することが可能であった。ただし、フィクションの世界ではシリンダーごと交換する描写も存在するが、現実において、シリンダーだけ別売りされたという記録が確認されたわけではないため、フィクションの演出という可能性もある。その反面、さあの固定フレームと単純なメカニズムによる信頼性。45LC。 ロングコルト弾の威力は、1911年に、正式拳銃が、コルトガバメントに更新されるまで、アメリカ軍の将兵から評価を得ていた。また、北米大陸最古の習慣活放執行組織という、歴史を持ち、西部劇でもたびたび登場する有名な、テキサスレンジャーでは、現在でも一部の隊員の中には、サーを装備して勤務している者も,もいる。1872年に、 アメリカ陸軍の採用試験が行われ、翌年の7月23日にはコルト社に8000兆の発注が行われた。その後1890年までに37,060兆を納入している。1896年に無塩化薬用にフレームが強化され、シリンダーピントメネジがフレーム貫通式に変更となった。1940年には、 第二次大戦のため一旦製造中止となるが、1947年に生産が再開し、これはポストウォー戦後モデルと呼ばれた。バリエーションそれぞれに相性が与えられ、民間向け。44から40後継モデルのフロンティア、フロンティア6シューター、民間向け。45後継モデルのピースメーカー、砲兵向け約5.5インチモデルのアーティナリー。 騎兵向け約7.5インチモデルのキャバルリー。キャバルリーより長い最低8インチ、最高16インチの超重心型を総称したバントラインスペシャル、単重心でエジェクター、廃墟装置レスのシェリフズ等がある。民間向けのモデルはシビリアンと総称され、代表的な4.75インチをはじめとする各種重心長が用意されていた。後継では、 45LC 弾や44から40弾を使用するものの他に22口径モデルなど36種のバリエーションが存在する。またシングルアクションゆえに使用者のスキルによってシューティングが大きく左右されることに由来して体格や腕力の差を均一化するという意味からイクオライザーの変化系という別名も存在する。特許はすでに切れており、以外からも コピーモデルが発売されている。また、コルト社は100兆以上からカスタムモデルの製造を受け負っていたため、記念モデルなどとして彫刻、造増メッキ、増下グリップの装着などの装飾を行ったものも存在する。こうした特注銃の中では、ジョージ・パットン将軍が携帯していた装飾入りで、増下グリップ個体、製造番号332088が有名である。 西部劇になくてはならないものとされるアイテム、荒野、砂漠、馬、銃の一つ、その西部劇を制した銃として、ウィンチェスター M1873、レバーアクションライフルと並べて挙げられること多く、西部劇の代名詞とまで言われている。ただし、1872年から4年間までは、すべてが軍に納入されているので、1875年以前を舞台にする。 西部劇に民間人が本銃を使用する描写は間違いである。バントラインスペシャルと呼ばれる超重心型は西部劇の小説家ネットバントラインが特注したもので西部開拓史に貢献したものに授けるための5条のみが生産されたと言われる。保安官ワイアットアープも使用していたとされ他のバントラインスペシャルが12インチ重心で 取り回しを改善すべく使用の際には、さらに短く切断改造されていたと言われる中、アープのバントラインスペシャルは16インチ、約40センチと長く、射撃姿勢を安定させる、鉄棒製スケルトンストックをつけたとも言われる。送られたのは、ワイアットアープ、チャーリー・バセット、バドマス・ターソン、ビル・ティルグマン、ニール・ブラウン。しかし、資料によっては、 これを送ったとされる1877年当時のコルト社の記録には12インチ重心を持つ拳銃を製作した記録はないとし、作家バントラインの創作である可能性を提示している。しかし、知名度はあり、バントラインスペシャルはレプリカ、コルトシングルアクションフロンティアスカウトなどを含めて、たびたび超重心モデルとして商品化されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。